こんにちは、もきおです。この動画では子供が楽しくきちんと手洗いするための術を保育士である僕がお伝えします。子供の手洗いに関する情報が満載ですので、ぜひ最後まで見てください。子供が手洗いを習慣づけるためには、手洗いの正しい手順を教えること、そして楽しく手洗いできる工夫が大切です。しかし実際の家庭の声を聞くと、手を水で濡らしただけだったり、ささっと泡をつけただけだったり、爪の間までしっかり洗えてるか心配といった声をよく聞くことがあります。まず手洗いって具体的にどんな効果があるのかをお話ししていきます。これは厚生労働省が発表している情報があります。厚生労働省によると、手洗いしていない時の手に比べて30秒近く手洗いをするとウイルスは1万分の1に、さらに30秒ぐらいの手洗いを2回行うとウイルスは100万分の1になると言われています。以上のことから手洗いには途方もない効果があることは明らかですよね。それでは今回目標が手洗いのお話しする内容はこちらです。手洗いの習慣、タイミングについて、手洗いの指導方法について、子供が嫌がる原因について、手洗い場の環境について、手洗いの工夫ポイントについて、最後に手洗い便利グッズの紹介です。どれも大切な内容なので、ぜひ最後まで見てくださいね。それでは順に説明していきます。まず手洗いの習慣化、タイミングについてですが、一つ大事なのは決まったタイミングで手洗いをするということをルーティン化することです。その時その時を習慣化しておけば、これが終わったら手洗いするという流れが体に染みついていくからです。そして肝心の手洗いをするタイミングについてですが、これも厚生労働省から発表された手洗いのタイミングというものが5つあります。その1、公共の場所から帰った時。その2、咳やくしゃみ、鼻を噛んだ時。その3、ご飯を食べる時。その4、病気の人のケアをした時。その5、外にあるものを触った時。この5つです。この5つをしっかり守っておくと間違いないと思います。次に手洗いの指導方法についてです。一つ一つ順序立てて説明していくことで、しっかり言葉が頭の中に入って忘れることなく手洗いすることができると思います。これについては順序が6つあります。その1、流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけて手のひらをよくこする。その2、手の甲を伸ばすようにこする。その3、指先、爪の間を念入りにこする。その4、指の間を洗う。その5、親指と手のひらをひねり洗いする。その6、手首も忘れずに洗う。以上です。これについては、ただ口で説明するだけじゃなく、大人が見本になって実際に手を洗ってる姿を見せてあげることで、より子供の理解が深まるかと思います。以上が手洗いの指導方法でした。ここまで手洗いのタイミングや指導方法について話していきましたが、そもそも子供が嫌がっていたら実行できないですよね。ここからは子供の嫌な気持ちと向き合うお話です。まずは子供の嫌がる原因について考えていきましょう。まずは嫌がる子供に具体的に何が嫌なのかをしっかり聞いてみてあげましょう。嫌な内容を具体的に説明できる子もいれば、なかなかそれを口にできない子もいることでしょう。具体的な嫌が出てきたら、それに向けての解決を一緒に考えてあげればいいし、なかなか嫌な原因を口に出せない子であれば、想定される嫌な原因を大人が気づいて消していってあげましょう。ここで子供にとって主な手洗いを嫌がるポイントについてお話していきます。まずは1つ目、蛇口が手まで届かない、届きにくい。2つ目、ハンドソープの場所が遠い。3つ目、袖口から水が入ってきてびしょびしょになる。4つ目、水が冷たい。5つ目、そもそも手洗いという行為が嫌い、めんどくさい。以上が主な原因かと思います。さて、これらをどう解決していくのかを次のテーマでお話ししていきます。それでは手洗いの環境についてお話ししていきます。先ほどの嫌なポイント、原因と照らし合わせながら、手洗い場の環境についてお話ししていきますね。まずは手洗い場の高さについてです。子供の身長がまだ手洗い場に届きにくいために、蛇口やハンドソープまで手が届きにくかったり、手を上に上げて手洗いすることになるために、水が手を伝って服の中に入ってきて服がびしょびしょになるなんていったことが原因に上がっていたと思います。そんな時には僕が以前の動画で紹介した踏み台を利用するといいと思います。ここでこの前と同じ商品をご紹介しておきます。一つ目はコアドアの踏み台ですね。こちらの商品は踏み台が2段構造になっているため、上り下りもより安全に行えると思います。そして2つ目の商品はトレード1の踏み台です。こちらは折りたたむことができるため、使わないときは収納して邪魔にならないという利点があります。以上が踏み台の紹介でした。次は蛇口の補助道具について紹介です。
こちらは手洗いサポート道具のウォーターガイドという商品です。こちらも踏み台と同じで、蛇口の水が手に届かない子供のために水を体の近くまで届けてあげる便利商品となっております。これらを用いて子供の身長をカバーしてあげましょう。そして冷たい水が嫌ということについてですが、冬の時期になると冷たい水で手洗いするのが嫌という子供をよく保育園でも見かけました。お家の蛇口ではあったかい水に設定できるものが多いと思うので、あったかい水に設定してあげると子供の嫌が少しでも解消されるかもしれません。そして最後のそもそも手洗いが嫌い、めんどくさいについてですが、実はこれが一番よくある原因なのではないでしょうか。これは手洗い場の環境では解決できないことなので、大人がしてあげれる手洗いの工夫をして手洗い習慣に導いてあげましょう。ここからは手洗いの工夫について紹介していきます。まず一つ手洗いの工夫として、大人が一緒に子供の手を洗ってあげるということがあります。子供を体の前に置いて覆いかぶさるように手を前にし、子供の手と一緒にゴシゴシしてあげます。一人でうまく洗えなかったり嫌がる子にはまずこれをしてあげて、手洗いの手伝いをしてあげるのも一つの工夫ポイントです。そして手洗いを楽しくするための工夫ですね。例えばこんな工夫が挙げられます。手洗いをするときに歌を歌うです。先ほどの厚生労働省の話の中で30秒手を洗うと良いという話がありました。例えばですが、もしもし亀よ亀さんよの歌を2回歌うとだいたい15秒ぐらいになりますので、子供と楽しく歌いながら手を洗うのも一ついいでしょう。他にも声をかけて気分を盛り上げるといった手段があります。例えば実況してみてあげるなどですね。おっと、何々くんが蛇口をひねりました、そして今から手を洗った、さあ次は何をするんでしょうかといった風にちょっと質問も入れながら実況してあげると、子供はきっと手洗いをすることが楽しくなると思います。他にもチケット制にして、子供と一緒に手洗いをするためのチケットを手作りしてみましょう。そして手洗いをするときには大人にそのチケットを1枚渡して手洗いするといったことも一つ楽しいでしょうし、そのチケットを受け取る大人が手洗いのお店屋さんになって、いらっしゃいませー、いつもやったら2枚のところ本日は1枚で手洗いができますよー、なんて風に場を盛り上げると手洗いがきっと楽しい時間になることと思います。他にも可愛いシールを準備しておいて、手を洗えるたびにハンドソープに1枚可愛いシールを貼る、手を洗うたびにハンドソープの容器がどんどん可愛くなるといったことも一つ楽しいの原因になるかもしれません。手洗いができたという事実をしっかり意識化させてあげるために、手洗いができた最後にはその子をいっぱい褒めてあげてください。褒められるというのは子供の一番の意欲につながると思います。僕が考える手洗いの工夫については以上です。最後に手洗い便利グッズ、手洗いが楽しくなるグッズについて紹介していきます。まずは先ほど紹介したコアドアやトレードワンの踏み台ですね。コアドアは2段構造になっていて、トレードワンは収納便利という特徴がありました。そして先ほど紹介したウォーターガイドですね。蛇口の水を子供の距離と近くするといった便利グッズでした。次に楽しく手洗いできる便利グッズとしてポケットソープという商品があります。これは石鹸自体がウイルスの形になっているので、普段目に見えないウイルスも子供がウイルスを意識して手を洗うことができますね。これに似た商品のおててポンという商品もあります。これは石鹸がウイルスの形になっているとかではなく、ウイルスの形をしたスタンプを手にポンと貼ってあげるといった商品です。この手についたウイルスのスタンプをスタンプが消えるまでゴシゴシすることで楽しく手洗いの練習ができるという商品になります。こちらも普段目に見えないウイルスを意識することができる楽しく学べる商品になっています。しかも一つのスタンプで約1000回分ぐらい使うことができるらしいので、1個買うととっても長持ちして楽しめますよ。次に紹介するのはケロコロランドさんの手洗いカレンダーです。これは毎日手洗いができるたびにカレンダーにシールを貼っていくといったものになっています。こちらは無料でダウンロードできるものになっていますので、シールだけ準備してお家の洗面所に貼っておけば楽しく手洗いすることができると思います。次に紹介するのは厚生労働省の手洗いポスターです。こちらは手洗いの順序がポスターでイラスト化されており、洗面所に貼っておけばポスターを見ながら手順に沿って楽しく手洗いできますね。こちらは厚生労働省のサイトで無料でダウンロードできるようになっております。以上が便利グッズの紹介でした。これらの商品、ポスター、カレンダーすべて概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。さて、今回は子供の手洗いについてお話ししていきました。まだまだコロナ禍が続くこのご時世ですから、子供には特に手洗いに意識して取り組んでもらいたいものですよね。この動画がご家庭の悩み解決につながることを願っております。このもきおチャンネルでは育児・保育に関する情報や親子で見て楽しめる動画を配信しております。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまたねー。